数曜中がなびら、皆様こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。ちょっと旅に出てまいりました。今回はフランスのパリ、スコットランドのエジンバラ、そしてオランダのブレダ、帰りにフィンランドのヘルシンキに立ち寄って帰ってまいりました。毎年この時期はヨーロッパの演劇祭を訪れてインプットをする時期と自分で決めているんですけれども、2つの演劇祭とても素晴らしい体験をしてきました。お土産話はめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたします。沖縄羅針盤、今日も5時までお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は情報通信総合研究所代表取締役社長の大平博さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。情報通信総合研究所は東京にある NTT グループのシンクタンクです。大平さんは1959年生まれ、福島県いわき市のご出身です。1983年に電電公社に入社、その後2005年に情報通信総合研究所に法制度研究部長として着任、主に情報と法律、規制に関する調査研究に従事されました。その後 NTT に戻り、2017年に再び情報通信総合研究所に社長として着任。特に沖縄への思い入れは深く、沖縄での事業には多くのスタッフを派遣するとともに、自らも陣頭指揮を取っています。今回は那覇市で開催された ICT ソリューションフェア参加のため来沖したところ、コーラルラウンジに立ち寄っていただきました。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。今日のコーラルラウンジは情報通信総合研究所の大平社長に来てもらいました。今日はありがとうございます。こんにちは。社長就任から何年になるんですか？ちょうど今年の6月で2年になります。情報通信総合研究所、はい、私もう10年近くお付き合いさせてもらっています。お世話になっています。ということはやはり10年間沖縄さんと私どもがお付き合いさせていただいているという道義ですね。そうですか、はい、私だけではないと思います。いやでもまあだいぶ、はい、沖縄に研究員、はい、優秀なスタッフを送り込んでおられますね。はい、私どもとしても沖縄最重点地域だっていうのは変わってませんので、まあ優れて優秀な研究員を送っております、うん、実はこの番組にもですね、はい、三浦大輔さん、弊社の社員におります。2回ほど出演してもらって、自治体の情報化、特に観光分野のことのコンサルテーションに入ってもらったりしてますけども、彼のような、研究員を何人抱えておられるんですか？約50名。50名、はい、抱えております。ちょっとした大学ですな。いやシンクタンクという、はい、その業態、あまりラジオ聞いてる人分かりにくいのあると思うんです。どういうことをその生業とか営みなさっているんですか？1985年で、30年余りやってるんですよ。これは NTT グループのシンクタンクでございますけど、情報通信についてやはり最新、技術の変化とかサービスの変化ってすごく急速になってると思いますんで、それらの最新の状況を企業の皆様に紹介したりとか、あとは自治体の皆様に紹介して、でそれらを活用して産業ですとか、それから社会とがどうやって変わっていくかって、いわゆる ICT 利活用と言ってるんですけど、そういうところを皆様にお伝えするっていうのが役目だと思ってますし、それをコンサルティングしていくっていうことだと思ってます。50人の研究員、はい、の皆さんがそういう日々をやっておられるわけですね。私よく読ませていただいてますよ。皆さんのところが出てくる企業出版物などです、ね、ありがとうございます、はい、例えば国会向けの出版物などとか、政府機関が情報通信に関しての政策を作る時のこの辺のタイプなんかになってるわけですね。はい、そういうことです。
あまり東京では話せない話、こういう仕事が最近はやってるんだという話はどうですか。東京でも沖縄でも話せると思うんですけど、はい、どうぞ。まあいいですかね、琉球大学との下地先生とお会いできたっていうのは、私結構この2年間の間ですごく私にとっては大きな一周で、まあ確かに東京に見たらあまり大きなニュースにならないかもしれないですけども、東京、大平さん的には全国区なんですね。そうです。琉球大学と NTT グループ情報通信総合研究所がタイアップした。あれは私にとっては大きな一周だと本当に思ってます。今年2月でしたね。はい、はい、そうでした。琉球大学の観光、はい、まあ、観光学部と言いましょう、観光の分野で、はい、集中講座をやったという、はい、15コマ、はい、はい、15コマですよね。ちょっと思い出してください、ご紹介ください。はい、はい、その15コマの間にまず NTT グループの総力を結集できたと、うんうん、もうトリガーを作っていただいたのは NTT 西日本さんなんですけども、うん、まあ、彼らの紹介を受けて下地先生とお会いできて、で下地先生がやはり沖縄の観光振興に熱い思いを持たれてて、でそれを具現化するためのに、まずは若い人たち、学生からがそういう最新の情報だったりっていうものを知るべきだっていうのをお考えがあったんで、なんとか NTT グループとして協力できないかと NTT 西野さんと、まあ検討を重ねまして、なんとか2月に実現できたっていうことだったと思ってます。まあきっかけはそういうことだったと思ってます。取りまとめは全体のコーディネートは大平さんのところが、ね、私どもがやらさせていただいて、総力を結集できたことがいいことだとおっしゃいましたけども、はい、じゃあ普通は総力はあんまりなかなか、それが多分東京で言えないことなんだろうというのさっきの下田さんの答えに、はいはい、会社が企業体が大きくなりますとね、はい、そうなんです。まあやっぱりもちろん NTT 西日本さんが地域の皆様に生かされている会社としてしっかり根付いているのは知ってるんですけど、そこにドコモさんが入ってきたり、それから西日本の本社さんも入ってきたりで、何言いましてブロードバンドプラットフォームっていう Wi-Fi のサービスを提供している会社も入っていただいたりということで、なかなか東京ではそういうことは私はできないんじゃないかと、うん、今大平さんのお話、からもですね、はい、大変それは難しいことなんだという方は垣間見えますよ。というのは、はい、NTT 西日本さんとか、はい、ドコモさんとかそういうグループ会社の中でもそうなるわけですよね。そうなってしまいますね。社長同士たくさんいますからね。確かにそうなんですね。気遣い合ってるんですね。はい、ちょっと気遣いました、はい、いやそれが、はい、沖縄だとみんなで結集できるとということなんですよね。自然とそこが一つの目的に向かって結集できたっていうことだと思うんです。下地義郎先生の、はいはい、熱い思いもありましたよ。いや、あの人に頼まれるとね、ええ、なんかそんな感じ受けましたでしょ。そうですね。やっぱりでも決勝はできた時はやっぱり下地先生の牽引力だと私は思ってます、うん、一つだから企業体として、はい、地域貢献の一つ寄付講座という、はい、これ日本中ちょっと足りないんです。アメリカに比べますと。なるほど。民間企業が大学とタイアップして、それ研究はよく起きます、まあ、研究もそうですし、ええ、まあ、講義まで一緒にやろうじゃないかと、講義一つ科目作ろうじゃないかということが、はい、もっともっと起きてほしいと思うんですが、その辺はまず島田さんの詳しいかもしれませんけども、いや NTT グループなどは本当にもっとそうかなことすべきだと思ってましたね。まあ、必ずしも寄付講座っていうのは今回と同じようにお金をということではなくて、やっぱり持ってる人的な資源を提供するっていうことで、 NTT グループはたくさんのその優秀な人材抱えてますから、そういう形でご提供はできるんじゃないかと私は思ってます。大平さんのところでも研究員が50人いるんですからね、はい、50人いますから、はい、そうすると NTT グループの中では、大平さんのところだけではなく研究機関他にもありますよね。あります、はい、どんなパワーになってるんでしょうね。まあ確かにまあ、それらが本当に掛け算になって皆さんに提供できれば、うん、もう大平さんでも想像できないぐらいのパワーはあるんだと。いやいや ものすごいです。それはぜひそれを、はい、なんか沖縄で結実させて、はい、それこ その社会のイノベーションに貢献できるようなパワーをこう発揮させるような仕掛けを。そうですね。ですからやっぱり今時代が大きくそのデジタルテクノ AI に代表されるようなデジタルテクノロジーで変化してますから、うん、時代が変化する時っていうのはやはり皆がそれに向かって新しいことをする、まあ、もちろんそれが
オープンイノベーションプログラムであったりってことなんで、そういうところで NTT グループの持ってる、うん、あの知的な財産っていうのは活用できると思ってます。今ラジオで、はい、沖縄県内特に県内大学関係者が聞いてると思いますが、わかりました。これじゃ あの相談乗ろうじゃないかと、はい、ちょっと大平さん、それわかりました、ぜひ私に、はい、はい、いや東京の情報通信総合研究所にも、はい、あの訪ねていってもらいたいなと思ってましてね、はいはい、あのそういうこともいいですよね、はい、特に IT 分野において、はい、あの新しいことをとにかく先駆的なことを研究されておられるわけで、はい、あのいろんな先進事例も把握しておりますので、うん、ぜひあのいらっしゃれば紹介ご紹介できると思います。あのビジネスパートナーに対して社長はね挨拶文でこう書かれておられるの、あのホームページでビジネスパートナーに対して、はい、これは民間企業だったり行政機関であったりするんでしょうかね、はい、あそれはもうそういうことです、はい、民間もですね、はい、調査研究コンサルテーションを、はいはい、で貢献していくんだという話、はいはい、それはあの社内でこれあの研究者たちをまとめていくのが大変だと思いますが、いやそれはやっぱりあの結構尖った人材が多いんで、そうじゃなければ、はいはい、やっぱりそういう我々の会社の特徴点だと思うんですけど、言うこと聞きませんでしょう、まあ、いやほとんど聞かないですね、はい、まあ、大学みたいなもんですな、その大学は分かりませんけど、うん、まあ、それは楽しいというか、うん、まあ、みんなのいいところを引き出すっていうのは私の役割だと思ってますんで、それは一人一人、はい、ある種専門性を持って自分にあのまあ誇りをかけて仕事しておられるはずですからね。ということじゃないと我々の業あの、うん、事業っていうのは成り立てませんから、必ずしもその上の言うことをやってればいいっていうような、まあすみません NTT グループの体操の仕事とはちょっと違う仕事だとは思ってます、うん、それがやっぱあのエネルギーとしてこう出てくる、はいはい、社長のそれはもう一番のお仕事ですね。そうです、まあ言うほど簡単じゃないですけどもあの僕はねここあの、はい、日本のという方、はいはい、そのシンクタンク、うん、アメリカと比べて、まあ、こういう言い方していいですかね、はい、平成の時代にだいぶアメリカに先に行かれてしまったと、はいはい、この特に経済の構造的なこと、ね、はいはい、組織 の, あ の, そのビジネスのモデルとか、うん、はい、これシンクタンクの力の違いが多くあると思っていまして、うん、アメリカだとこのシンクタンクの機能がすごくこうあの、うん、社会にこう浸透していて認められてて位置が高くてっていうことですね。それは何かというと、うん、その公的機関との人材の流通だとか、はいはいはい、民間とまさにあのお医者さんのところは民間シンクタンクなんですけど、はいはい、そこがあの大学や行政機関やと いわゆるのリボリビングドアっていう、あのぐるぐるそのかあの政府とシンクタンクと民間企業ぐるぐる回るってことですよね、はいはい、日本社会これが足りないと。そうですね、確かにこれはちょっと上田さん、これはちょっと手に余るかもしれませんあのこうそれを研究しませんか、まあ、確かにそうかもしれない、ね、実験的にもそれやらなきゃいけないと思ってましてね。であのそういうことが一番やりやすいのが沖縄だったりすると思ってるんですがね。あそうですか、あそこはあの島田さんの方にいろいろ知恵をいただきながらあの、はい、どうぞまた研究させてください、そこは人材をあの、はい、送り込んでお貸しくださいね。わ、はいはい、かりましたというあのえりすぐりの人材を送りますから、うん、はい、大平さんから見て、はい、あの沖縄と、まあ、会社としては十数年の付き合いだと、はい、あのご本人はまだ2年だとおっしゃいましたが、はいはい、どうでしょうその沖縄の経済沖縄社会見てあのご専門立場から。あそうですね、ですからあの、まあ、あの全国と比べて、うん、その沖縄 の, その三次産業、うん、我々が一番その得意とする分野の、うん、三次産業の割合が約 85% ということで、はい、すごく高いし、まあ、それを牽引しているのは観光だで、かつ観光があの県民の方に比べてすごく1000万人を目指すようなそういう形での観光客数がいるということで、すごく僕はあの観光っていうところに伸びしろがあると思ってて、はい、それで観光かあの ICT× 観光産業ということで何か我々がお手伝いできることがないかなっていうのをここ十数年来やってきたという自負を持っております。この分野まだまだ伸びますね、はい、いや伸びると思います、うん、あの観光今はその IT はどの分野においてもその IT が、はい、あのなんていうかな、それを関わらない物事、うん、産業は成り立たないと、成り立たないということですね、あと認識がしましてね、はいはい、観光と IT ということがすごくじゃあ重要視されてるんだという、はいはいはい、例えばどんなことが、はい、あの例えばあのまあ、これは実際私どもがまずその観光の
前にまず私もやってるまずブロードバンド環境というか、やっぱり観光を流れるその産業分析するためにはやはりいわゆるデータの分析が必要だと、でかつそれが流通できるようなプラットフォームが必要だということで、まずお客様が利用するですね、ブロードバンドの環境を整えるということのお手伝いをしてきたと。で次にお手伝いしてきたのがやはり Wi-Fi を使って、で観光客がどういう動線分析、どういうような行動を行ってきたかっていうのを分析する。でさらにはもうちょっとやりたいことが、でその観光者の方々がどういう消費行動を起こしたかということを分析する。つまりやはりまあもちろん誘引するってことも大切だと思うんですけども、できるだけお客様を宿泊数を長くする、それから消費活動を活発にしてできるだけ消費していただくというようなところの、サジェッションができるような、そんなようなことをできればいいなというふうには思ってます。これはその ICT を、はい、使うことによって、そのことが具体化できるというふうに見えております。はい、今までそのアナログでデータでしかなかったものがデジタルデータになって、それが統合化されて統計化されて分析できるというようなことで、またそれがそれによって得る資産があるんだろうと。今足りてないですよね。いや、やっとできる環境になったと、なりつつあると思う。なってます。はい、そのブロードバンド化がここまで進んで、はい、まあ、沖縄も島嶼地域だけども、通信設備がこれで整ったんですよ。島嶼部もそうですよね。そういうところも私どもお手伝いさせていただいておりますけども、はい、そしてビッグデータ、はい、それから IoT という時代にある、はいはい、AI も駆使できる、駆使できる、はい、ますます出番ですね。いや、ぜひやらさせてください。本当そこは飛行機がもう出発するそうですから、はいはい、最後になんか沖縄にメッセージを言って、うん、そのカリーシュエアで旅立ってほしいんですが、はいはい、沖縄の発展に精一杯貢献させていただいた、もうシンプルにとそれだけです。よろしくお願いします。じゃあ、はい、お願いしますね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。飛行機に乗る直前にこれからも沖縄のために貢献するということを力強く言っていただきましたけれども、なんか島田さんがこれはもう絶対行ってという感じのプレッシャーもちょっと感じましたけれども、カリーシュエアでお話に答えていただきました。まあ、研究者の皆さんっていうのはやっぱりね、お話にもありましたけれども、一人一人専門の分野で誇りを持ってお仕事をなさってますから、やっぱりね、尖った人材が多いというのもよくわかりますけれども、そんな皆さんをまとめ上げて、社会のために貢献すると、調査研究そしてコンサルテーションで貢献をするということをおっしゃってましたけれども、でもシンクタンクの価値というのも各国で違いますけれども、日本はもう少しこれからもこのシンクタンクの価値というのを私たち社会が分かっていくべきじゃないかなというふうに思いましたね。政府、民間企業、それからシンクタンクできちんとこう人材、それから情報の交流をこれからも進めてほしいなというふうに思いました。お話を終えて島田さんは、 ICT の上手な利活用が企業活動や地域社会にとってますます重要になっている現代、情報通信総合研究所の知見やノウハウには各方面からの期待が高まっています、今後とも沖縄には大いに関わってほしいと思っています、ということでした。今週のコーラルラウンジは、情報通信総合研究所代表取締役社長の大平博さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。旅のお話をしたいと思います。まずはフランスのパリです。私沖縄にいるときはですね、本当に車社会の沖縄の象徴的な感じなんですけれども、ほとんど歩かないんですよね。なので旅に出たらもう足が痛くなるまで必死で歩くことにしてるんですけれども、パリの街結構起伏がある場所もあるんですが、一生懸命歩きました。一番歩いたのはセーヌ川のほとりです。ほとりですね、遊歩道になっているようなところもありますので、そこをプラプラ歩いたんですが、火災にあったノートルダム寺院も目に入ってちょっと胸を痛めたんですけれども、パリの人たちにとっては、エッフェル塔もそうなんですけれども、ノートルダム寺院というのはパリのシンボルであり、そして心の支えであると。で見ると大きなクレーンが何本もあって、すでに修復工事が始まっているということで安堵をいたしました。パリの街でこれを食べようと決めていた料理が一つありまして、ガチマヤの私にとってはですね、旬のものを食べるのがとても楽しみなんですけれども、
春の終わりから夏の初めにかけてのヨーロッパで美味しいものいくつもあるんですが、大好きなホワイトアスパラの季節なんですよね。かなり大きくて太くてですね、この薄皮を剥いてシンプルに茹でていただくんですけれども、レモンバターをかけていただいたり、それからあのとろりとですね、半熟のちょっと温泉卵っぽいものを一緒にかけていただいたりということで、独特の食感と、そしてあの春らしいいい香りがしてですね、大変美味しかったです。もちろんキリッと冷えたあの白ワインと一緒にグビグビグビという感じでいただきまして、あのどのねビストロでもレストランでもかなり量が多いので、それもなんか一人で食べてますので、結構時間もかかってですね、大変お腹もいっぱいになって帰ってまいりました。肝心の演劇祭のお話をしようと思いましたけれども、時間がなくなってしまいましたので、お話の続きまた来週お届けしたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能ですよ。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。